リーグ・オブ・ジェントルマン基人同盟は1999年に BBC2 で初放送された英国のブラックコメディテレビ番組。このコーデはこの番組を制作した現代と同盟のコメディグループについても扱う。物語の舞台はカンブリア州アルストーンを元にした北イングランドの架空の街ロイストンベイジーである。 この番組は街に住む大勢の登場人物を描くものであり、すべてライターでもあるグループのメンバーによって演じられる。メンバーは、ジェレミー・ダイソン、マーク・ゲーティス、スティーブ・ペン・バートン、リース・シェア・スミスの4人で、彼らは1995年にグループを結成した。現代ザ・リーグ・オブ・ジェントルメンは、新主同盟との意味で、グループも同盟で活動している。このシリーズは主に、 ダービーシャーのハドフィールドで撮影された。同じダービーシャーのクロソップ、ゲームズリー、ホープバレー、ウェストヨークシャーのマースデン、トッドモーデン、さらにグレーターマンチェスターのモトラムなどもロケ地に使われた。シリーズは2002年に放送終了したが、続編映画ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンズ・アポカリプス、舞台作品ザ・リーグ・オブ・ジェントルメン・ア・ビハインド・ユーが2005年に制作されている。 2009年にはシェア・スミスとペンバートンが別のダークコメディシリーズサイコビリを制作し、うち1話にゲーティスが登場している。また同じ年にはこの3人がホリブルヒストリーズ第4シリーズに出演した。彼らは歴史上の人物による映画脚本の売り込みを聞くアメリカ人映画プロデューサー役を演じている。またシェア・スミスとペンバートンは 新たなブラックコメディアンソロジー、インサイドナンバー9を制作しており、この番組は BBC2 で2014年に初放送された。2017年には BBC ラジオでの初放送から20周年に合わせ、BBC2 で特別番組として番組が復活すると発表された。彼らの舞台活動は1994年、終わり頃にスタートし、ほどなくして、ジャック・ホーキンスの映画、 新主導名からグループ名が付けられた。1997年には、エディンバラフェスティバルフリンジで、ペリーアワードを獲得した。また同じ年には、BBC ラジオ4でラジオ番組4、ザ・タウン・ウィズ・ザ・リーグ・オブ・ジェントルメンがスタートしている。この番組での舞台は、架空のマチスペントとされており、彼らは、この6話もののシリーズで、ソニーアワードを獲得した。 1999年にはテレビ番組の放送が始まり、すぐにカルト的な人気を得た。番組は3シリーズが制作され、それぞれ1999年、2000年、2002年に放送されている。第2シリーズの放送後である2000年12月にはクリスマススペシャルも放送された。ザ・ガスト賞に倣いシリーズのクレジットは、 BBC のスケッチショーの形式をリバイバルしたものになっている。この影響は、リトルブリテンなど、その後の別作品にも見ることができる。撮影は主に、ダービーシャーの北部にある街、ハドフィールドで行われたため、観客なしでの収録となった。第1シリーズ、第2シリーズでは、スタジオに観客を招いて、ラフトラックの収録が行われた。 また、デントンズなど屋内シーンでは撮影中に、ラフトラックも収録された。クリスマススペシャルや、第3シリーズの英国放送時には、ラフトラックは収録されなかった。グループは2001年に、新旧のスケッチを合わせて、初の舞台公演を行った。2005年初旬には、スマトラ島沖地震の津波被害に対する BBC のチャリティ番組、コミックエイドコミックエイドのため、 書き下ろしのスケッチが放送された。このスケッチでは、二人の主要、キャラクター、タブスとパパラザルーが登場して、ミランダ・リチャードソンを誘拐した。また同じ年の6月3日には、長編映画ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンズ・アポカリプスが公開された。2005年には、舞台ザ・リーグ・オブ・ジェントルメン・ア・ビハインド・ユーが制作され、10月から12月半ばにかけて、グループは、 英国公演を行った。BBC は第4シリーズの制作に興味を示していたが、ラジオタイムズは制作の可能性は低いと報じた。シェアスミスは非公式ウェブサイトで制作に意欲を示した一方で、ロイストン・ベイジーがコメディの舞台となるにはネタ切れで、新シリーズでは別の街が舞台になるだろうと付け加えた。メンバーは新シリーズの制作は いずれにしろ映画と2回目のツアーの批評次第だとコメントした。新シリーズの制作は不透明なままで第3シリーズの方式を踏襲するか、それとも第1、第2シリーズのようなスケッチショーになるかもわかっていない。2006年9月には非公式ウェブサイトが2007年初めにグループが再結成し、第4シリーズが制作されるだろうと報じた。その後、 シェアスミスとペンバートンは2006年12月22日のラッセルブランドショーに出演した。リーグオブジェントルメンでの活動を見られるのとの質問にシェアスミスはただイエスとだけ答えたがすぐに話題を変え新シリーズについては一切を明かさなかった。2007年5月23日に投稿された公式サイトのシェアスミスによるブログにはグループのメンバーが ロンドンのウエストエンドであったことが記されている。ここで、シェアスミスは、次のプロジェクトについて話し合ったよ。みんなで何か思いついたように思う。先は知ってるかもしれないけど、ワクワクしているんだと述べている。2008年5月、シェアスミスは、彼とペンバートンが、ダイソン・ゲーティス・抜きの新番組、サイコビルを制作中だと明かしたが、グループは、将来再結成するだろうと述べた。 この言葉に反し、ゲイティスは、サイコビルに、シェアスミス・ペンバートン演じるキャラクターに殺されてしまう、役、ジェイソン・グリフィンとして登場している。2010年10月28日には、ハロウィーン用に、一回もののラジオ番組として、ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンズ・ゴースト・チェイスが放送された。他のエピソードとは異なり、この番組は、ダークコメディではなく、 メンバーたちがアンシエントラムインで一夜を過ごすドキュメンタリーだった。この宿屋は英国で最も幽霊が出ると噂の建物である。2017年8月には BBC ラジオでの初放送から20周年を記念し3話の特別番組が BBC2 で放送されると発表された。11月にはシェアスミスから同年12月18日19日20日に BBC2 で放送されると発表があった。ラジオシリーズのプロットは、よそ者のベンジャミン・デントンが、スペントに住むオジオバ夫婦の元を訪れ、地元の発電所に職業面接に向かおうとするものである。得てしてベンジャミンは面接に行きそびれ、予想以上に長く村での滞在を強いられることになる。スケッチショーでもある第一シリーズは、ロイストン・ベイジーに、 観光客をたくさん呼び寄せられるよう、新しい道を建設しようとする筋書きである。タブスト・エドワードは、建設責任者が長い間、行方知れずだった自分たちの息子、デイビッドだと気づく。道路建設は、二人が息子を建設を止めて地元に戻るよう説得したことで中止される。第二シリーズでは、村で電線性のひどい鼻血が流行し、多くの住民が亡くなってしまう。 プロットは、この話によるいくつかの混乱の後、肉屋のヒラリー・ブリスが提供する、特別メニュー、親類の元から逃げ出すベンジャミン・デントン、ローカルショップにやってくる殺人者たちなどを描くもので、ある。このシリーズの第一話では、パパラザルーが初登場し、わずか3話登場ながら、一役シリーズの人気キャラクターの一つとなった。最終、第三シリーズは、 毎週異なるキャラクターに焦点を当て、それらの重ね合わせでより複雑なプロットを作るというものだった。そのため作りは、プロットが絡み合った作りをしているにもかかわらず、伝統的なスケッチショーというよりむしろ、シチュエーションコメディに近くなっている。各話の終わりでは、白いバンが登場し、歩行者を避けるため急ハンドルを切って、庭壁に激突する。無傷で逃げ切れる住人がいる一方、 数人は不運にも車に跳ねられてしまう。どのエピソードでも赤いプラスチック製バッグが風に吹かれて街の上を飛んでいき、すべてのエピソードが同時進行していることを暗示する。このシリーズでは谷シリーズと異なり、ラフトラックは収録されていない。クリスマススペシャルはそれまでの形式と異なり、3つの独立したストーリーとして放送された。3人のキャラクターが、 クリスマスイブに教区牧師バーニスの助けを求めるというものである。エピソードはシリーズ2とシリーズ3の間、2000年12月27日に放送された。ポーリン・キャンベル・ジョーンズを演じるスティーブ・ペンバートン、作品中には100人近い登場人物がおり、多くは初期の舞台作品で作り上げられた。一方で、テレビシリーズ中に作られたキャラクターや、 映画作品で初登場したキャラクターも存在する。ほぼすべてのキャラクターがロイストン・ベイジーに在住している。タブスとエドワードのタッチラップ夫妻は街の中心部から遠く離れた場所でローカルショップを営んでいる。彼らは自分たちが街の中心部にいると信じきっており、何とかして自分たちの生活の地域性を守ろうとしている。ロイストン・ベイジーの奥には、 地元のジョブセンターで働く就労支援士のポーリーン・キャンベル・ジョーンズがいる。彼女は、ジョブセンターにやってきては、働こうともせずに手当てを求める人間を心底嫌っている。バーバーラ・ディクソンは、性転換したタクシー運転手で、どうやって性転換したか、詳しく語りたがる。マシュー・チネリーは、自分が残酷にも殺してしまった動物たちの呪いに、苦しむ獣医である。 地元の女性牧師、バーニス・ウッド・オールは自分の教区民をガミガミと叱ることに時間を費やしている上、神を全く信じていない。ヒラリー・ブリスは選ばれた数人の客に彼の特別メニューを提供することで知られるロイストン・ベイジーの悪魔の肉屋である。チャーリーとステラの春夫妻は結婚に失敗し離婚しようとしている。ジュディ・レンソンと彼女の掃除人、アイリス・クレルは 長いこといがみ合い続けている。レビンソンが豪勢な生活を送っている一方で、アイリスは豪勢な性生活を送っている。地元のプラスチック会社で働くジェフティップスは、コメディが大好きだがジョークを話す才能がまるでない。同僚のマイク・ハリス、ブライアン・モーガンとの進行は、なんとも危ういもので、ブライアンは、ジェフの妻と関係を持っているほか、ジェフはしばしば人々を銃で脅迫している。 ロイストン・ベイジーにやってくる人物も存在する。ベンジャミン・デントンはハイキング旅行で街にやってくるが、友人はタブスト・エドワードに殺されてしまう。彼は引き換える好きのハーベイおじとバルオバに街へ泊まるよう強要されている。おじオバの家は脅迫的に整頓された家で、二人とも細菌や G 行為に対して病的なほど疑い深い。この地域には劇団、 レックズ・アキンボがおり、支配人のオリー・プリンソルズは演技に向いていないように見える。ディップ氏は、ドイツから教師間交流でやってきた、ホモセクシュアルの教師で、創造しく馬鹿げた行動をする。外来の人物で最も凶悪なのが、パパラザルーで、彼は、黒塗りの顔をしたサーカス部隊監督であり、誰彼構わず、デーブと呼んでは妻を奪っていく。キャラクターの多くや、街の様子は、 ペンバートンの出身地チョーリーに由来すると考えられ、ロイストン・ベイジーはチョーリーバラの村アドリントンから造形が取られたと信じられている。リップ氏のキャラクターはドイツで心臓痛を起こしたペンバートンが出くわした病院付きの死祭・ポーリーンのキャラクターはシェア・スミスの出会った就労支援手に由来している。またオリー・プリンソルズはシェア・スミスが一緒に働いていた。 地元劇団の俳優から撮られている。第2シリーズのオーディオコメンタリーでは、ペンバートンとシェアスミスが、パパラザルーの喋り方は、二人の下宿に電話をかけて、来ては、ペンバートンと飲み話そうと固執していた昔の大家から、撮ったと話している。ゲーティスは、インタビューで、ローカルショップは、ロッティンリンの店にインスピレーションを受けたと語っており、 さらに設置フィールド近くのウィンタートン病院保護施設の側で育ったことも影響があるとしている。村の住民の多くは男性であれ、女性であれ、メンバーのシェアスミス・ペンバートン・ゲイティスによって演じられる。脚本はこの3人のほかジェレミー・ダイソンも加わって書かれた。ダイソンは他の3人とは異なり、カメオ出演の役しか演じない。 画面には同時に3人までの役者しか登場せず、連続したスケッチであっても、それぞれの役柄は自分のスケッチにしか出演しない。また、別の物語とキャラクターが交錯することもほとんどない。演者たちが自分の演じる別の役に出会うことはほとんどない。例外としては、クリスマススペシャルで、バーニス牧師に出会うパパラザルー、ポップの息子から雑誌を買うレスマックイーン。 スーパーのレジでアイリスから食品を購入するアルビン・スティールなどが挙げられる。このアイデアは映画ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンズ・アポカリプスで活用されキャラクター自身がエンチャに出会うシーンが存在する。ライブショーではパンドゥーブがオリー・プリン・ソルズが監督を務めるクリスマスのキリスト降短劇のオーディションに現れる。ファンはレックズ・アキンボの メンバーデイブの前でオーディションをすることになるが、デイブは、オリーには、明らかな理由があって来られないと述べる。映画は2005年に制作された。ジェレミー・ダイソンは、物語の初めで、タブス、エドワード、パパラザルーといったキャラクターに追われて崖から、転落してしまう。ロイストン・ベイジーが終わりを迎えそうになり、住民たちが街を守るため現実世界にやってくる、筋書きである。 この番組はダークユーモアを含んでおり多くのシーンはホラー映画ドキュメンタリーメンバーの個人的経験から生まれたものである。例えば第一シリーズでタブスとエドワードを訪れる警察官はホラー映画ウィッカーマンへの言及であるしカールトン医師の造形は怪物のように非同情的な医師が登場するドキュメンタリー番組エイチェンジ・オブ・セックスに由来するレックス・アキンボは メンバーのアマチュア劇場での経験から登場した。ポーリーン・キャンベル・ジョーンズは、シェア・スミス自身の失業プログラム経験に基づくキャラクターで、パパラザルーは、ペンバートンとシェア・スミスの以前の家主から取られたキャラクターである。ロイストン・ベイジーの標識には、ロイストン・ベイジーへようこそ。あなたは二度と戻れません。と書かれている。実際にはこの街の名前は、コメディアンのロイ。 チャビー・ブラウンから取られており、本人も街の口汚い町長として何度かシリーズに登場している。シリーズは一定の評価を得て、英国アカデミー賞テレビ部門や、ロイヤルテレビジョン・ソサイティ、モントルー、金のバラ賞などの賞を獲得している。2003年には、制作陣がオブザーバー氏で、英国コメディで最も面白い50組に選ばれている。2004年には、ラジオタイムズで、 パパラザルーが8番目に面白いコメディスケッチとして挙げられた。このシリーズはカナダで後に制作されたシリーズです。カムズツータウンで引用されている。この作品はカナダのスケッチコメディグループザ・キッズ・イン・ザ・ホールの再結成プロジェクトだった。ありがとうございます。